未来チャンネルナビゲーターの井出井からです。このコーナーは俳優の藤岡正樹さんがホストを担当します。多様なジャンルがある舞台芸術の中からそのプロたちがテクニックを教えちゃいます。プロのテクニックをほんの少し習ってみてください。今日のテーマは喉のストレッチと筋トレ。興味深いですね。僕もしっかり学びたいと思います。さあ、喉をパワーアップさせてみてください。未来チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。藤岡正明です。このチャンネルはですね、舞台芸術を未来につなぐ基金を知っていただくための、YouTube チャンネルとなっておりますけれども、舞台芸術を未来につなぐ基金、この内容概要に関してはですね、概要欄に載せておきますんでね、ぜひ、見ていっていただきたいなと思いますし、また過去の動画にも様々いろんなことを知っていただける動画ありますんで、それ見ていただきたいなと思っておりますけれどもね、僕はこの、動画で何をしようかと言いますと、舞台芸術を未来につなぐ基金からの舞台芸術を未来につなぐレッスンを行いたいと思います。ねえ、なんか割とね、基金なんで硬い話とか、難しい話っていうのが結構たくさん出てくるんですけれども、この動画では、割とラフに、見ていっていただきたいなというふうに思っておりますけれども、ね、そういえばこの動画の必ず一番最初に伊礼かなた君がすごいゴージャスなスーツを着てビシッと決めてね、ホスト役というか司会進行という形でやってくれてますけれどもね、スーツあれリモートだからやっぱ自宅で着てるんですかね、なんかね自宅でかなたがあれを着てるんだろうなと思うとね、ちょっと僕的には個人的になんかこうすごく可愛いなと思っちゃって、なんかクスッと笑っちゃうんですけどね。もうそう思ってくれた、思っている方もきっと結構多々いるんじゃないだろうかというふうに思いますけれども、早速ね、今回レッスン内容に進んでいきたいと思います。題して歌の筋トレをやってみよう。歌の筋トレ、これなんだろうね。歌の筋トレ、もっと言うと喉の筋トレ、喉であったり、もちろんお腹であったり腰であったり、さまざま体を使って歌うんですけれども、例えばアスリートの方を見ていただきたいと思います。そうだな、砲丸投げの選手ってムキムキじゃないですか。で、じゃあ今度例えば短距離走の選手も足とかすごいなんかぶっとくてごっつかったりする。でも例えばマラソンの選手ってすごい細かったりとかするじゃないですか。同じアスリートでも体型が全然違うと。これどういうことかというと、大体想像皆さんつくと思うんですけども、使う筋肉が違うんですよ。そしてつけなきゃいけない必要な筋肉が違うから、ああいうふうに体型が変わってくるということで、実は歌も同じことが、言えます。どういうことかというと、歌うジャンルや歌いたい、歌い方によって、使う筋肉や、鍛えるべき筋肉が違うということで、今回はその、歌い分けを簡単に説明しながら、今回はその部分、その歌い分けの中のこの部分にフューチャーして、やってみようかなみたいなのをやっていきたいと思います。さて、まず歌のジャンルによって喉の筋肉が違うというのがどういうことかというと、例えば、オペラであったりクラシックの音楽、歌を歌っている方というのは、やっぱりね、声量とかそういうものが全然違います。それどういうことかというと、やっぱりもともと例えばオペラとかっていうのは、劇場でマイクもなしに、歌える、歌って全部その声が届くだけの声量が必要だったと。もちろん声量だけじゃないんですよ。体を共鳴させる、なんて言ったらいいんだろうな、骨を共鳴させたりとかすることによって響きが倍増するような作用もあります。そういうふうに大きな声で歌って
届けるためにどうしたらいいのかってことは、うわーって声を出しても全然ね大きくならないんですよ。だし全然美しくないじゃないですか。だからやっぱり体をどう響かせるかっていうことであったり、お腹の支えをどう使うかってことで、すごく強いうんっていう筋肉を使うんですね。分かりやすく言うとですけど、これはなので、例えるならば、これが逆に先ほど言った砲丸投げの選手に当たる人かもしれないですね。うん、重いものを持ってもブレたりしないで、しっかりうんってねじ伏せられるだけの筋力が必要だということなんですね。そして逆にじゃあこのポップスとか、ブラックミュージックみたいな歌になるとどうなるのかっていうと、もちろん、人それぞれ歌い方が違うので、すごく声量が大きな方もたくさんいるし、いろんな人がいます。だけど、声量というよりは声のフットワークの軽さみたいなもの、これが実は、大事になってきます。例えばですね、ポップスをやるにあたって絶対的に重要な要素としてリズムを、しっかり、キープできたり、もっと言うと歌っていうものが、リズム楽器の一つとして捉えられるぐらいリズミックに歌えるかどうかっていうことも重要になってきます。例えばですけど、生麦生米生卵を、普通になんかこうごめん、生麦生米生卵をこんな音階にしてみました。生麦生米生卵だとするじゃないですか。でもこれを例えば普通にクラシックで言うと、な生麦生米生卵でいいわけですよ。でもこれがポップスになると速くなったり、すごいテンポが速くなったりする、生麦生米生卵ってなるわけですよ。でその時に、実はクラシックの発声だとこれついていけなくなるんですよ。うん。でブラックミュージックにちょっと一度戻ってみたいと思うんですけど、よくブラックミュージックでフェイクというものがあります。フェイクっていうのは、そうだな、例えば、Like a pen with you. こうなんか細かく動くみたいなやつですよね。これをクラシックでやる、クラシックの発声でやろうとしても絶対無理なんですよ。それどういうことかっていうと、だって重いものを投げるってことはうわーってやんなきゃいけないわけですよ。でも今やろうとしてるのは、今ここにすぐ即座にヒュッて投げるってことだから、ピンポン玉かなんかをフッて投げるみたいなイメージなんですよね。でピッと投げたら、今度こっちにピッて投げて、こっちに投げてっていうことをやるだけのフットワークが必要。つまり、これはどちらかというと、例えばですけど、ボクサーとかみたいな人っていうんですかね、緩急を入れていきなりガッと速くなって、またスッと戻ってみたいなことができるような、筋肉じゃないといけないと。つまり重いものを持つというよりは、もちろん支えは必要、足腰とかは強くないといけないんですけど、ある程度のフットワークがないといけないという違いがあります。まあちょっと長くなりましたけどね。例えば今回で言うと、この、クラシックの発声と、ポップスの歌唱法において、分けてみましたけれども、この中で今日は実はポップスの方の喉の、筋トレというか、喉をに柔らかい筋肉をつけていくためのトレーニングというのを今日やってみたいと思います。つまりこれをやっていくとフェイクができるようになるっていう動画なんですよ、これね。ちょっと長ったらしい、もう10分近く話した上でね、やっとここまで来たんですけども、そう、もちろん、いろんな、なんつうんだろうな、音楽を聴いていたりとか、コードのこと、和音のこと、いろんな、ものを知らないともちろんフェイクって簡単にはできないんですけど、でもそれは感性だから、音楽を聴いていったり触れていく中でできてくるんですよ。
だけど、その発想があってもそれを表現できるだけの喉を持ってないとこれできないというわけで、今日は、その喉のトレーニングの方をやってみたいと思っております。さあ、さっきフェイクということを言いましたけども、近年ね、あのミュージカルの世界でもロックミュージカルというのが、たくさん出ております。例えば僕が出演したことのある、ロックミュージカルというか、そういうものでいうと例えばレントであったり、ジャージーボーイズであったりっていうのが代表的にあります。で、逆にクラシカルな発声が求められるミュージカルっていう意味では僕が出てきた作品だとレミゼラブルやミスサイゴン、それからタイタニックなんかがそうなのかなと思うんですけれども、今回はそのレントであったりとか、ジャージーボーイズのところに焦点を当ててみたいなと思うんですけども、フェイクができるとロックミュージカルのオーディションにすごい強くなるんですよ。だってってかもっと言うと、そうだな、レントとかで525,600 minutes、525,600のこの時をみたいな、で愛の数か命の涙みたいなことやるじゃないですか。これがクラシックで出会いのってやっても受かるわけがないんですよ。でもっと言うと、これちょっとした裏話なんですけど、レントのオーディションを、オーディションがある中で、プロデューサーが心がけていたことっていうのは、やっぱりその選考するにあたって当時話して聞いたことがあるんですけどね、やっぱりとにかくミュージシャンで集めたいという気持ちもあったと。つまりどういうことかっていうと、本当に音楽がその人の体に、染みついている、そういう人に、入ってもらいたいなというふうに思っていたと当時話していたのを覚えてます。お芝居は全然上手くなくていいみたいなこと言ってて、で演出家もね、なんかそんなようなことを言ってたみたいなんですけど、まあだから本当に今近年、ロックミュージカルがどんどん増えている中で、クラシカルだけではなくて、本当にポップスとして歌える、ミュージカル俳優というのはきっとこれからどんどん求められるようになると、ということも踏まえて今日は、喉のトレーニング早速行ってみたいと思います。今日ね、簡単です。やることね、もう一通りしかやんないんで、これをとにかく反復していきたいと思います。一通りというかね、2個だけやるんですけど、やってることはねさほど変わらないようなことをやります。何をやるかというと、音階を細かく刻んで取れるようにしようということをやってみたいと思います。で、覚えていただく音階があります。これドです。ドドドドってことなんですけど、ドからいきますよ。ドシラシラソラソファソファミファミレド。もう一回いきます。ドシラシラソラソファソファミファミレドという音階を今日使っていきたいと思います。もう一度やってみますね。これを最終的にどこに行きたいかというと、こういう速さにしていきたいんですね。それをまずやるにあたって、この音階でやってみたいと。まずゆっくりやってみますね。ラララでやってみます。ララ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 ラとなります。これね、音楽であったりミュージカルであったりを志している人であれば、おそらく今ぐらいのことはできて当たり前だと思います。そうだね、すげえ簡単だなって思ってこの動画見てくださってる方もいるかもしれない、なんですが、ラララララって早くしてみますよ。一回ララ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 ラ
ララ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 となっていきます。なんですけど、これララララララっていうのは口でララ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 ってやってるだけで、あーってあーにララをつけるとララ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 音階になっちゃうんですよ。音階っぽく聞こえるんですよ。つまりあー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 っていう喉の使い方でもラララになるとララ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 音階になってるんですね。でもこれじゃ何にも喉のトレーニングになってないんですよ。だってララ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 ラってそんなフェイクないですから。どうなるかっていうと、あーって今言っていたこの音階を階段に一個一個してってもらいたいんです。つまりどういうことか、あー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 という風になっていきたい。だけど今もああ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 あこれもああっていう喉を使って切ってるのでちょっと違うんですね。これをどうするかっていうと、あああああああではなく、あああって切っていくと。それを早くするとどうなるかっていうと、あああああってこうっていう風になると。これを練習していきたいと思います。いきますよ。まずゆっくり、3はい、もう一回、となります。ここまではまだギリギリできるかもしれない。あとなります。くれぐれもあああって切らない、あああああああ。ちょっとね、その都度少しだけお腹に負荷がかかる感じというか、でもお腹にハッ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 ってやるとまた強い筋肉の方になっちゃうから、本当にピッピッピッってああ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 あとやっていただきたいと思います。じゃあもう少し早くしてみます。3はい、3はいとなります。このぐらいまででいいので、まずはここら辺ができるようになってきたら、どんどんそれを早くしていっていただきたい。あー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 、これができると、うーん、イエーイエーっていう部分ができるんですよ。うーん、イエーっていう風につながっていくことができる。イエーイエー全部そうです。あー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 という風になります。こういうことをやっていって、喉がその階段を作るということに覚えていって、それがタイトにあーあーではなくあーあーあーっていうのができるようになってくると、それが利用できる。つまり喉がそういうふうなポジション筋肉を覚える、こういう音階を早くやるということを覚えるんですということになります。そしてもう一個、これの応用編です。逆もあるんですよ。今これって高いとこから下がっていったと思うんですけど、これはまだね簡単な方なんです。もう一個もっと難しいのは逆に下から上がっていく、このパターンがすごく難しい。音階一度弾いてみます。ゆっくり覚えてください。同じような感じなんですけどね、ドレミレミファってなるだけです。なります。ドレミレミファミファソファソラソラシドという音階です。もう一回、ドレミレミファミファソファソラソラシドとなります。これもラララで一回やってみますね。ララ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 ラ、うん、これみんな一緒にやってみてもらいたいんですけど、そんな難しくないはずです。もう一回、3はい、ララ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 ラ、ね、そんなに難しくないんですよ。
なんですけど、これもあーだけで、あーとなります。でこれもっと言うと、できるやりたいなって人はさっきの音階もそうなんですけど、いいでもいいし、うでもいいし、いろいろ変えてみていいんですよ。イエーアーオーエーオーイーとかって、なんか全然適当なことを言っても全然構いませんね。あのどんどん、まずはでもあの口でのあいうえおわえおわっていう風にやると、そこでラララと一緒であー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 っていう負荷をかけてない状態での歌になってしまうので、ここは1個のなるべく、まあ、あの口で「あー」これも速くしていきます。まずはゆっくり3はい、もう1回、となります。ここまではあこのぐらいならまあ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 なんとかできると、全然大丈夫じゃないみたいな。これがまた速くなると難しい。さっきの階段が降りていくよりもこっちの方が難しいんですよ。ちょっと速くしてますね。こんぐらいです。3はい、もう1回、となります。これをまたさらに速くしていく。つまりどういうことかというと、丁寧に階段が取れるようになったら、そのスピードを少しずつ少しずつ反復して、何回も何回も家でやっていって、どんどん早く動かせるようにしてほしいんですよ。でそれが全部できた時には、できてますそういうなんつうんだろうな、筋肉というか、そういう、喉に、そういうことを喉が覚えている状態になると。じゃあちょっともうちょっと早くしてみますよ。こんぐらいです。3はい、あーもう一回、あーもう一回、あーあーってなるとね。でこれがどういう風に使えるかっていうと、さっきうーん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 みたいなのってあると思うんですけど、みたいなのってなんかね、ちょっと上がる、みたいなやつとかかな。ちょっとパッと出てこないんですけど、この2つがマスターできるとフェイクっていうのができるんですよ。でそれを練習するのに、なんとなく僕がちょっと本当に今何も考えずにフェイクをしてみたいと思います。そうだな、みたいな、何でもいいんです。でもこれね、なんか何も適当に今何も考えずにやったんであれなんですけど、なんか一個だけこれに合わせてやると、みたいなことで何でもいいんです。なんかね、参考になるものは、自分が気に入ったなんか歌のあのこの部分すげえ難しいのやりたいなみたいなのって全然いいので、それをなんか見つけてやってみていただきたいと。ただ練習としては、実はさっき言った
これ、そしてこれ、この2つ思いっきり早く丁寧にきっちり合わせられるようになったらもうできてるんですね。そうすると、例えばちょっとしたフェイクって言うんですかね、ちょっとこれ歌ってみてよってオーディションで言われると、でこの時ちょっとあのこれさもうちょっとこういう感じがいいんだよねとかっていうのが出てきた時に、その喉の軽さがすごく際立ってちゃんと伝わるようになります。特にロックミュージカルではね、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。そして、来週の、この時間にアップする舞台芸術を未来につなぐレッスンボリューム3は、実はですね、僕が、リモートで、全く完全にあのなんていうんですかね、広く一般から募ったというか、あの募集をしましてした、ボーカルレッスン、ボーカルワークショップの模様をお届けする予定でいます。まあ、これからやるんでどうなるのかなって感じなんですけど、まあ、大失敗こいたらちょっとあの動画としてボツになるかもしれないですけど、その場合はまたあの伊礼かなたくんにあのスーツで何かをやっていただこうかなと思いますけれども、まあ、また来週ね、あの楽しみにしていただきつつ、あのぜひね、あのこれ反復していくことでやっぱり良くなっていくと思うんで、本当に毎回毎回やってみてください。僕もね、今日あの久しぶりにこれやってみて、あのみんなやってみてとかって言いながら自分がずっとやってなかったもんだから全然できてないなと思って、僕もちょっと反省してしっかりね、歌の筋トレ、喉の筋トレやっていきたいなと思いますんで、ぜひ、ね、みんなで頑張っていきましょう。というわけで、藤岡正明でした。バイバイ。未来チャンネル木曜コーナー、未来につなぐレッスンはいかがだったでしょうか。来週は初回に募集したレッスン生たちと一緒に実践編をお届けします。来週からはいよいよ助成金の公募が開始されます。未来チャンネルではその詳細もお伝えしていきます。さて、未来基金の賛同にこうして見てくださっているあなた、舞台を愛するみんなで一緒に楽しく舞台芸術の未来のことを知っていきましょう。それでは次回の未来チャンネルでまたお会いしましょう。